大抜八郎の肖像、大抜八郎から1921年11月22日は19世紀後期から20世紀初期にかけてのアメリカ合衆国で活動した日本出身の実業家。明治時代に渡米し、アリゾナ州フィニックスの電力会社等の創業に功労があったと言われる。米国では、八郎大ニおク,クの名を用いた。大抜は、 現在の栃木県鹿沼市で代々医者を行とする家に生まれ、当初は医者を志してオランダ語を学び、改正学校で理学を収めた。後に、函館に移った。大貫は函館にいた西洋人と意になり、米国の事情を聞いたことで、是非とべして何かやらねばならないとの思いを抱き、函館を出港するノルウェー帆船に乗り込み、水夫として渡米した。 1870年にシアトルに上陸した。当時、同校はわずか3、40個の一行村に過ぎず、海岸には一面足が茂っていたと後日知人に語っている。その後一度日本に帰り、横浜で米海軍の軍人と親しくなったことから、1876年、米国建国100年を記念して開催された、フィラデルフィア万国博覧会に展示するための日本の、 工芸品を搭載した米海軍艦艇に乗って日本を出発した。博覧会で通訳として務めた後、帰国のためにサンフランシスコへ陸路で出発したが、途中アリゾナに泊まった。渡米後の大抜きは、当初毎日ホテルにこもっているうちに所持金を使い果たし、その後雇われて馬追いとして6ヶ月間働いた。その後アリゾナに向かい、鉱山業を経営する。 米国人のもとを訪ね、その地の鉱山会社に対して荷物運搬を請け負い、利益を収めた。その後、1876年頃、トゥームストーンに赴き、同地に水が少ないところに着岸し、フートリバーのセンター端近くの草原に枕木を組み立てて日本式の掘り抜き道を掘り、その水を汲み取って市中に供給し、莫大な利潤を得た。 一時は多数の人馬を雇い、多額の食料を費やして、鉱山の発見に努めたが、結局失敗に終わった。その際、現地の盗賊に脅迫され、危うく銃殺されそうになったこともあった。1881年10月21日、トゥームストーンにて、オーケー牧場の決闘と呼ばれる、銃撃戦を目撃したとの記録が、フィニックス市議会の古い資料に残っている。 1886年、フィニックスにガス会社を設立し、同年のクリスマスシーズンには、店舗の照明に必要なパイプや設備を供給した。大抜きの最大の顧客は、豪華なガス灯を持っていた酒場であった。1888年には、電気会社を設立し、さらには、鉄道会社を運営し、市外電鉄の布設も行った。フィニックス市外3マイルの地に640エーカーの、 土地を購入し、その後の5年間を農業に費やし、1900年、田園を売却して、シアトルへ行った。1902年に、佐々木徳次郎と共に、オリンピア投資会社を設立した。1904年、一切の権利をフィニックスに譲として再びシアトルに戻った。1905年頃、オリンピア投資会社を母体として、地区の又次郎を頭取りにして、 東洋銀行を創立した。1908年2月に日本貿易会社を創立し、その社長になるとともに大抜き商会を創立して、これらの事業を管理した。1916年頃、シアトル賞金銀行を設立し、その後コロラド州デンバー方面に活動を続け、老後はカリフォルニア州サンディエゴに陰性して、余生を送った。仏教会の設立にも寄与し、 ブッディストアソシエーションの会長も務めた。1921年にカリフォルニアで亡くなり、ロサンゼルスのサニーサイド墓地に眠る。1935年頃、フィニックスの発展と大抜きの功労を永久に表彰記念すべく、死によって銅像混流が提案されたが、その頃ちょうど排日の機運が強まり、実現しなかった。特に法学手であった中村健五郎が、 銅像混流のために奔走した。新聞社や指揮者を歴訪し、いずれも大賛成であったが、中村はそのために排日側の感情を荒げては個人に住まないと後日に語っている。大抜きは1886年、フィニックスに東洋ガス会社を設立し、1888年に電気会社を設立した。これらのガス会社及び電気会社は、 1952年にアリゾナパブリックサービスカンパニーへと名前を変えた。1980年代には APS はそのガス事業部門を売却したが、今日 APS はアリゾナ州最大の電気事業者となっている。1888年、フィニックスでキャサリン・シャノンと結婚した。キャサリンの家に電気を供給した際に出会ったのがきっかけとされ、この結婚は、 米国における白人と東洋人の間の最初の結婚であるとの記録がある。その後、次男次女を設けた。ありがとうございます。